僕のチャンネルからの転職相談に関しては概要欄にある公式 LINE のリンクを踏んでいただいて登録をしていただくと担当アドバイザーから連絡がいきますので、転職を考えていますという方はぜひ登録してみてください。はい、どうも太一です。よろしくお願いします。チャンネル登録及び高評価、 LINE の公式アカウント登録よろしくお願いいたします。はい、前回の動画でですね、車椅子利用者の方が映画館を批判して炎上しているという動画を出したと思うんですけれども、そちらの動画に関しては YouTube でまず最初に載っけて、その翌日くらいに、TikTok の方でも転載したんですよ。そしたら TikTok の方が思いのほかバズってというか反響があって、でそこでもまあ賛否両論のね意見がなっているんですけれども、そういった中でやっぱりこう僕個人を攻撃してくるようなコメントもあって、それは全然いいんだけれども、まさかこういったコメントが来るとは思ってなくて、ちょっと驚いたっていうことなんですけど、まずその驚いたコメントがこちらですね。思いやりがない人やね、介護福祉やめたらってきたんですよ。なんかすごいなと思って、逆になんかこう、あ、そういう攻め方なのかな。まあこのコメントをした方の本音がおそらくポロッと出ちゃったんですけど、まさか介護福祉分野からお前は立ち去れという形で言われるとは思ってなくて、これに関してもショックを受けたとか本当になんかそういった感情がなくて、ただこのコメントを見て思ったのは、介護っていうのを履き違えてんのかなって純粋に思ったんですよ。高齢者介護という分野で働いているので、まあ高齢者さんを対象とさせていただきますけれども、高齢者の方ってやっぱりその身体機能の低下であったりだとか病気の関連においてやっぱりこう機能がね低下していくわけですよね。そういった時に高齢の利用者さんが、じゃあ我々がケアですよね、介助することによっていかに自立したサポートができるか、どうやったら、この方により良い生活が送れるようになるんだろうっていうのを考えていくのが介護福祉だと思うんですけれども、だから多分このコメントをくれた方に関してはおそらくだけれども、介護っていうものに関して無知、もしくはお手伝いさんくらいにしか思ってないんだろうなっていう風に感じたっていうのが僕の第一印象なんですよ。で、じゃあそもそも介護福祉って何なのっていう話になってくるんです。ググってみました。そしたらこちらのように出ました。はい、介護福祉とは何ですか。障害のある子どもや大人、そして高齢者が安心して自立した生活を送れるようにサポートするのが、介護福祉の考え方であるというところでググったら出てくるわけですよね。今言った通りのことなんですよ。どうやったら自立してその方が生活できるようにしていくのかを考えるのが介護福祉のあり方であって、でそういった、職業の資格の一つとしてあるのが介護福祉士というものになってくるんです。だからその僕に対してコメントを残してくれた方に関しては、先ほども言ったように介護っていうところにおいて無知な人なのか、もしくは本当にお手伝いさんくらいにしか思ってないんだろうなっていうふうに僕は汲み取りました。こういったコメントは初めてだったな。なんか驚きだったのよ、純粋に。まあいろんなコメントをがある中で、やっぱりこの人何言ってるんだろうっていうのもある中で、介護福祉やめたらっていうそのコメントをいただけるのは、いや純粋に衝撃でしたね。はい、っていうだけの動画なんですけれども、ただ一つここで反論じゃないんだけど言わせていただきたいのは、思いやりがあれば介護ができるって思ってる人は、言葉を選ばずして言わせていただけるのであれば純粋にバカなんじゃないかなって思うんですよ。いやいやいやと、思いやり一つでじゃあ生活できんのっていう話だし、前回の動画の後半で僕がお話をさせていただいた通り、自立っていうのは何かに依存することなんですよ。この間の動画でお話をさせていただいたのは、衣食住ってその代表ですよねみたいな感じでお話をさせていただいていたと思うんですけれども、まあ先ほどのググった結果をそのまま引用させていただくことになるんですけれども、障害のある子どもや大人、そして高齢者が安心して自立した生活を送れるようにサポートするのが介護福祉の考え方であるって書いてあるんです。じゃあ自立をした生活を送れるようにサポートっていうことは、何かに助けを求めなければならないとか、何かの助けを必要とするっていうのがサポート
だと思うんですけれども、それって言葉を変えれば依存っていうことになるんですよ。だからこういったその、まあ、前回の動画もひっくるめてお伝えをさせていただくと、車椅子の方で何かしらの援助介助が必要な時には介助を受けて、そしてなんだっけ、プレミアムシート中に行って映画を鑑賞する。だから自分が自立した生活を送るためにはこういったサポート、いわゆる依存をして自立をするっていうことなんです。思いやりがあれば介護福祉できるよねとか、思いやりがないから介護福祉やめなよっていうふうに言ってくるのはちょっと無知というか浅はかというかバカというか、あ、本当になんか俺以上に世の中のこと知らない人なんだなって、幼稚な人なんだなって思ったのがすごく印象として強いんですよね。うん、まあこういった動画投稿をやっていればそういったコメントって本当に来るんだわ。フィルタリングかかってそのコメントが表示されないとかもう結構あったりして、 TikTok は特にそれがすごく強いんですよ。え、これフィルタリングする必要ないでしょっていうのもフィルタリングしちゃうんで、だから僕結構上げるんですよね、その批判的な意見であったりだとか、差別は別だけれども、でもそういった僕に対する批判のコメントであったりだとかも、まあ、結構上げるんですよ。フィルタリングを解除して上に上げるっていう、コメントに表示をさせるっていうことをやってるんですけれども、ただこのコメントに関してはさすがにフィルタリングは解除してないですね。なんか本当に僕個人に向けて DM とかでメッセージが来るんだったら全然いいんですけれども、コメント欄に思いやりがないから介護福祉やめたらって来てるのを他の介護に携わってる人が見た時に、よりコメント欄が荒れてしまうっていうのが目に見えたので、さすがにちょっとコメント自体はフィルターから外してあげるっていうことはないけど、いや、なんかでもこの視聴者さんっていう言い方でいいのかな、いわく思いやりがないと介護福祉をやっちゃダメらしいですね。ただ何をもって思いやりとするのか、ちょっとそこの判断は僕にはできないですけどね。人によって思いやりとか優しさって違うと思ってるので、じゃあ僕は思いやりがないんで介護福祉分野から去りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、どこかしらで拾っていただければ、これ幸いと思うんですけれども、はい、まあね、でも世の中いろんな考え方の人がいるので、こういうコメントが一つや二つ三つ四つ、まあそれ以上あるんだけど、世の中ってそういうもんだよねっていうくらいに皆さんもね感じていただければいいんじゃないかなと思って、正直な僕の気持ちを今回動画とさせていただきましたっていうところで、まあ最後何言いたいかちょっと分かんなくなっちゃったんだけれども、あの実際やめません。はい、生活がかかってるので、一応まだこの業界から去ることは考えてはいません。はい、でもそんな感じでいろんなコメントがあるんですけれども、皆さんねしっかりと目の前にいらっしゃる利用者さんであったりだとか障害者の方をサポートしていただければいいんじゃないかなと思います。というところで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。いや本当衝撃だな。うん、よいしょ。